おはよう。朝に全身のトレーニング済ませちゃいたい人。はい、ということで今からベッドでねできるめちゃくちゃ簡単なのに超効く全身トレあるから一緒にやらない？レッツゴー。はーって起きたら、はい、足立ててここまで、これを30秒。反対。そしたら次は持ちます。このまま30秒。え、なんか長く感じるけど反対。裏もものトレーニング、長く感じる。そしたらこのままこれです。これこうなったらバーツ、ここまで。横になって内ももくる。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 4 5 6 7 8 9 10。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10。次腹筋、腹筋いきます。20回。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。バイシクル、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10、11、12、はい、次裏返ってこれね、せーの、1、2、3、4、こっち見ながらと。と両足、せーの。したら30秒このままグッと、これこれ上に、30秒、これみんな、お疲れ。体がめちゃくちゃポカポカじゃない？これね、地味トレなんだけど、かなり使ってんのよ。っていうか、すみ、キウイ食べたくなった。朝ごはんキウイ食べる。じゃーん。皮ごと食べる、腸活キウイ。いい朝。めちゃめちゃ地味トレなんだけど、地味なんだけどめっちゃ効くのよ。最初の足パカとかめちゃめちゃ簡単なんだけどさ、ここのさ、そっきりぶっと鍛えてるのね。ここっきの筋肉つけると、腰痛とか骨盤矯正とか、それにも役に立つし、姿勢も良くなら足も全体に細くなるし、むくみにくい足も作れるの。めちゃめちゃいい。ちなみにキウイ皮ごと、めっちゃ美味しい。いつもね、キウイは皮ごと食べてんの。腸活。そうだ、その朝トレをさ、出す理由が、うちのマネージャーのピちゃんが、なんか夜はね、疲れて運動ができないっていうので、朝トレが欲しいっていうのと、元 HKT48 のさ、田島メルちゃんがすごい友達なんだけど、もうね、やっぱ朝にね、全身トレーニング済ませるらしくて、でも、ひなのがなくて困ってるみたいな、LINE くれて、んで、作った。なんか普通にストレッチみたいな感じで、感じの軽いトレーニングだから、全身の血行をバーって流す感じとしても使っていいし、朝ストレッチするとさ、代謝も上がるから、一日さ、代謝の上がった体で過ごせるからめちゃめちゃいいなって思った。ごちそうさまでした。それでは皆さん、良い一日を。バイバーイ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録、あとコメントめちゃめちゃ待ってる。みんながやったよっていうコメント大好きだから、ぜひ送って。じゃあね、みんな、やっほー。
なんと私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくからダイエットの効率をさらにもっと上げるためにぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね、DM 返したりいいねしに行ったりできるから私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるからぜひ覗きに来てみてください。それではおつひな、バイバーイ。